オ TV。 デリー会場かな。時間7000円。 OK。 ベルが1ゲームで合計3回。380ゲームぐらいか。まあまあまあだね。はい、肝心なとこ。行きたいんだけどね。ああ、危ない危ない。17。 OK。 いや、綺麗な立ち上がりだね。まあ、この感じはもう球大点ですよ。で、1台目でチャンスボード拾いましたね。っていう意味では合格点。じゃあ OK。 じゃあまあこれがどこまで伸びるかとかはまあもう時の運なんでどうもできないんでね。だからまあこの状態に早く持っていくことが先決なんであって、っていう意味では今日はいいんじゃないかと。よし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 。OK。これで完全にプラス。なんかいいね。いろんな意味で安定感がある。よしよし。まあ特殊点滅だったからね。えい。いやー、なんか今日スマート、すごいスマート。ねえ、おきどきの朝はこういう形を作りたいよねっていう、本当お手本みたいな立ち上がりですよ。当たってるだけじゃなくてね、共通ベルもしっかりついてきてるっていうね、そこがまたいい。よしよし、チェリーガジュだろう。いや、今日ちょっといいぞ、今日。推定チェリーガジュなんで、ここもおそらく大丈夫。簡単だったっけ、ね、ちょっと最近あんまこういう簡単な、ね、書き方をしたことがないんでね。
や出足っていうところではもう本当このビロビリ線の中では抜群にいいね。で初っ端チャンス戻すスタート、もしくは推定チャンス戻すスタートで早く当たってそこから連射したりとかっていうもっといいこともあるんですけど、まあね、くらいこうきっちり枚数で跳ね返ってこないんでね、なかなか当たって連射したらいいけど3連でしたとかね、2連でしたとかね、で意外とありがちなんで、きっちりドア玉でこうやって余剰をキープできたのは割と久しぶりなんじゃないかな。なんか割と最初の天国までに、ね、2,3 万勝っちゃってそっから、ね、盛り返してみたいなのはまあまあよくあるんですけど、ドツベルも来てるし、ちょっとお気づきらしくない、ね、なんかちょっと平和な感じで見てる人つまんないかもしれないけど、今日はいいぞ。で、良かったのは最初だけでしたねなんていう、またね、こっちがつくからね、困った話なんだけど、なんだこれ、落ちたかな。セーフ。まあ、ざっと1500枚ぐらいかな。811ゲームで共通ベル8回、いやー申し分ないね、展開といい内容といい。まあ、モードだけでもう8連してますんで、でドキドキモードを示唆するような特にパターンも来てないということですんで、連チャンだけ見ると奇数路線がちょっと濃いのかなっていう感じではあるんだけど、18ゲームのあと、まあ、もう17ゲーム、抜けちゃったんだとすると、もしかするとあの18っていうのは引き戻しの可能性なきにしもあらずだね。まあまあ深めなとこ行ってるんで、はい、落ちました。8連、いや上出来。まあ今んとこ、まあ、これチャンスボードじゃないや、引き戻し引っかかるかどうかわかんないけど、まあ、もし引っかかんなかったとしても、まあ、やめる理由はとりあえずないかなっていう内容ですん で、 で前向きに考えるのはあの18ゲーム引き戻して捉えられないこともないんだよね。あれがもし引き戻したとすると次のあたりで勝天国を引き戻す可能性まであるぜっていう。これはいいわ。だからこれであと順調に初当たりだけ、ね、滑らないで引かせてもらえれば、まあ、いよいよ言うことないかなっていう大
対応ですよね。あ、遅れた。なんか引いてねえか。止まるっけ、こんなの。止まるか。いいんじゃない、150。